どうもドライトです。2015年も残りわずかとなりました。なので今回は2015年を振り返りたいと思います。まあ、このようなことがありました。では行きましょう。よいと。はい、こんなことをやりましたね。今年はまずは基礎知識講座、まあ、これはもうずっと続けてることですね。去年もずっとやってて、最初にやったのがキラキラ編ですので、それからずっと続けてましたね。基礎知識講座は、はい、これはまあね、ずっと続けたいなと思っております。そしてまあプレイヤーイベントなわけですよ。はい、スゴロク大会の冬の陣の第2部を2015年を始めましたね。2014年の時は第1回と第2回冬の陣の第1部はまでは2014年で、第2部から2015年ですよね。新春でしたね、確かやったのが。それをやりましたね、スゴロク大会。まあ夏の陣とか冬の陣とかもやりました。そしてまあ何丁目クイズパート1パート2、まあ第1回第2回ですね、やりました。いやー結構ね、いろんなイベントしました。他にもね、鬼ごっこな盟友たち夏日ナーラをやりました。これは秋頃にやりましたね。楽しかった。めちゃめちゃ人がおってちょっと大変だったんですけど、うん、でもね、楽しかったです、すごい。そして続いてはまあ視聴者さんからですね、いろいろスゴロク大会をやってもらいました。ハンコクさんがスゴロク大会を2回やってもらって、鬼ごっこ、感染型鬼ごっこもやってもらいました。すごく良かったですね。感染型ってなかなかなかったことでしたから、うん、面白かったですね。はい、あとは雪風流のスゴロク大会、自分とは違ってね、ダイスではなくサイコロを使ったスゴロク大会ということで、かなり面白かったですね。自分的に一番好きなスゴロク大会でした。そしてたくまさんが何丁目クイズをやってくれました。まあ問題数は少なかったですけど、まあ頑張ってくれました、すごい。はい、あとはモンスターバトルロード、これもやりましたね。そしてあとは釣り木の末、まあ2014年が一番主としてやってたんですけど、後半はやらなかったですね、ほとんど。釣り口の末はほんと前半あたりでやめてました。まあでも今回は新しいのが出たんで、できたらいいなとは思っております。そしてまあドラクエ以外にもレトロゲーム実況をやってみました。ロード・オブ・モンスターズ、そして俺の料理、この2つをやりました。まあロード・オブ・モンスターズ意外と短かったんですよね、物語的には。俺の料理はまあまあ長くやりまして、なんか何だっけ料理ソーマか、食劇のソーマにちょっと合わせてやってみました。そして新しくやったのが今までずっとやってるマインクラフトですね。マインクラフトのリトルビッグプラネットのマッシュアップをやりまして、それも結構楽しかったですね。そしてサバイバルモード穴暮らしのドライティ、これをね今も続けてますけど、 PS3 はここまでもう終わってしまったんですけど、次回から Wii U でやります。来年ですかね、来年から Wii U で、穴暮らしのドライティセカンドシーズンをやります。そしてですね、2015年のターニングポイントとしまして、検証動画と Wii U のマインクラフトっていうのがありました。この2つですね。検証動画でですね、私2015年の4月あたりですかね、4月の後半に1000枚以上の福引券を、やった検証動画をやったんですよ。それがですね、かなり反響があって、今現在で2万ぐらい超えたんですね。2万3000やったかな、今現在2万3000いきました。いやーほんとすごいですね。まあ前編後編ですかね、前編後編で分けて、まあ、合計したら3万いきますけど、本当にねラッキーでしたね。それまではですね、動画の数とチャンネル数で言うと動画の数の方が多かったんですよ。チャンネル数は少なかったんですね。多分その時100何本やったか、130、150ぐらいだったんですけど、チャンネル登録者数が150以下だったんですよね。だけどこれを出した瞬間ですね、1000枚動画を出した瞬、1000枚福引券を出した瞬間に100人ぐらい増えたから、1ヶ月で。それでチャンネル登録者数を超えたんですよ、やっと。動画の数より
チャンネル登録者数か、あ、消えちゃった、超えました、やっと。あ、びっくりした。あれには一つ、これが一つのターニングポイントですね。それで結構いろんなドラクエの人に見てもらって、その後にスゴロク大会の春の陣を配信しましたら、結構それもバッと上がったんですよね。まあまあ理由としましては、スゴロク、カジノのスゴロクが出だした頃にちょうどやったんですよ。合わせたんですよ、自分もうまくね、スゴロク大会を合わせて、それで一気に上がったのかなと思っております。それでいろんな人に見てもらって、そこから結構再生数が増えてたんですよね、だん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 。本当ありがたい、ありがたいですね。本当皆さんありがとうございます。見てくれてありがとうございます。そしてですね、もう一つ、これも最近ですよ、 Wii U のマインクラフトをやりました。あの、配信スタートしてすぐに動画を作って配信したらすごいことになりましたね。びっくりしてました、自分も。これが、それがね、こちらでございます。はい、見ての通り18万回を超えました。現在18万回超えました。もうびっくりしましたよ。1日でもう1万とか超えてびっくりして、こんなに再生数上がんのって思いました。誰も出さなかったのかなってぐらい思いましたね。いや、嬉しかったです、すごい、ありがとうございます。いや、これでね、ものすごい反響があって、チャンネルの登録者数もですね、一気に400人ぐらい増えましたね。もうびっくりしました、それもびっくりしました。多分今まで、その前までが470何人だったんですけど、今現在890人ぐらいになりました。一気に400人上がった感じで、本当にもうびっくりびっくりで、もうびっくりしか言わないぐらい、もうびっくりしました。で、あの、全体の視聴回数がですね、今30万ぐらいかな、30万で、ほぼ半分以上が Wii U のマインクラフトの動画になってるんですよ。18万回やから、もうすごいことになってますよ。もう今までの分がなんで帳消しになるぐらい、たったね、半月でも超えちゃってるっていうね。Wii U マインクラフトが全ての動画をね、食ってしまいました。すげえな、ほんと。ほんとちょっと、もう今年も500人は無理かなと思ったんですけど、1000人はいかなかったんですけど、まあまあ、でも嬉しいです。これからどんどん増えていくので、どんどん新しい動画も出していきます。はい。まあ以上ですかね。あとですね、Wii U のマインクラフトのフレンド登録についてですが、あの、フレンド募集はしておりません。申し訳ございません。それだけちょっと言っておきます。いや、本当にね、申し訳ないと思っておりますが、まあ、今のところ募集してないんで、なんか、フレンドさんとか、いろんな視聴者さんとなんかやろうかなっていうのは、まだ考えてないから、とりあえず、ドラクエのフレンドがマイクラやってて、それで、まあ、一緒にやろうっていう感じにしようかな。雪風さんが今やってくれたんで、うん。それぐらいかな。うん。フレンド募集は今のところしておりません。マイクラですね。Wii U のマイクラはしておりません。ドラクエは、まあ、しております。ドラクエはね、まあ、プレイヤーイベントもあるんで、自分を作るね。うん。それも募集するときもありますので、それでフレンド登録は、まあ、しております。なるべくしようとは思います。なるべくしようとは思います。まあ、フレンド枠がもう超えちゃったら、本当申し訳ございませんということで。今のところ大丈夫です。今何人やったかな ?140 人ぐらいおったかな。なので60人ぐらい空いてますんで大丈夫です。ドラクエのフレンドは OK です。はい。で、以上でございます。いいかな?これで以上で。それではですね、今年2015年を振り返ってみました。以上で終わります。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いします。